これは。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してる。こいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ？都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮は、でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ？青木亮を知ってんのか？違う。こいつ。若田、荒川、雅人。知事、来週の予算審議、反対派の都議らは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫。必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ。荻窪幹事長の内での小槌、肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか？いいだろう。東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。
この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ、ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木はある時一念発起してアメリカへ。政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでいく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。でその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ、でも今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。なあ、それより青木亮が実は荒川正人だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない。いや、そう決めつけんのは、はい、むしろ都知事が荒川正人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え、どういうこと。青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由はカムロ町産経作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ、そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは産経作戦が優秀だったというよりも東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。でその情報を流していたのは荒川組組長荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったってこと。春日の指摘通り知事が荒川正人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子に鞍替えしたんだ。おやさんはそんな人じゃねえかもな。だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの。架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り偽名をつけ戸籍謄本だって偽造すりゃいい。ほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね、実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえばその嘘も現実にすり替えることができる。多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。その戸籍を
マサトが金で買い取ったか奪ったかして成りすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの？簡単とは言ってね。だが裏社会とパイプを持つ人間ならあとは金で解決できるだろ、春日。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを？マサトはヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃねえのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、そのマサトさんが死んだっていうのは誰から？中学の時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな。マサトの成りすましを成立させるために。待った！その写真。何？どうしたの？若は生まれてすぐの事故で歩けなかった。けどこの都知事は車椅子じゃねえ。え？どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか？でも医者もサジを投げてたんだ。そりゃ日本での話だろう。アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからな。あ？この偉そうな制服は？うん、警視総監だ。そいつが堀之内十郎だよ。足立さんの因縁の人ね。いつどっかで見た気がする。ん？それも俺が無所に入る前にだ。あれは確か。そうだ、若にお供していったキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない？何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。頭がこんがらがってきたぜ。まああんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえば真淵が言ってたよね、明日近江の兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの？考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。いや、帰る必要はねえさ。え？マスター、前に頼んだ2階の部屋の件だけどよ。ああ、もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるな。いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかい、マスター？もともと使ってない部屋だからな。別に構わねえよ。それに。それに？詳しくは知らねえが、おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。
そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスターありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おうでもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。うるせえ、お茶くるんならもう貸さねえぞ。